ノッコンティラさん、始まるぜ。どうした、どうした。呼び出されて、うん、トークしようって言って、うん、来て、トークだ、トーク。いきなり人間スパーさせられて、ボコボコにされて、もうやろうな、だいぶよ。あいつ何やねん、なんなん、あいつ トークだけ言ってきて、しかもマスとかや始めとったらバチクソ殴ってきたで。せやな、なんなんあいつ。いや、格闘技界にあいつおってええんか。いやまあそもう、あいつやってること反射と一緒やぞ。いやむちゃくちゃ。それは絶対言うたらあかんやつやで。ちょこってるやん。だってお前ボコボコやぞ。まあそうやろうな。ほんまにタイプやな。でも格闘家で喧嘩打ったらやっぱあかんな。まあ、そういうことなるねん、うん、えらいこと、えらいことなってる。えらいことなってお前もやられとるやないか。お前お前ボコボコにされてお前俺も両方が出てる。お前マジで、ちょっとでも俺納得いかんから、一人ずつ呼び出したろうかな思って。だからこんなさ、東京まで来てさ、こんな格好させられてさ、納得いかんやろ。まあな、ここまでやられたらな。そうやろ。さすがにな。一人ずつ話したろうかな。一人ずつ。とりあえずどんだけボコボコされたかっていうのを見てもらう。あ、もうそれな、もうアンポルギアチャンネルちょっと見てください。こんな感じです。はい。どうですか皆さん。あいつ反射ですよ。言うたらあかんねん。やってること。言葉のニュアンス言うたらあかんねん。もうボコボコやで呼び出して、うん。こんなことある？高校のラグビー部でもやがったもんな。いやまあそないな。話しよう言うて呼ばれて、ボコボコされて。こうほんまに俺ここ。血出てるからな。出てんな、タンコブになってんもんな。納得いかんからちょっと呼ぶわ、テルから呼ぶわ、一人ずつ呼ぶわ、テル。はい。あ、おった。ちょっとテル、ちょっと来てくれよ。ここ来てくれ、はい、テル。はい。どうなってんの、あんたの、あんた大将。いや、でも僕応援しましたよ。え、ちょっと見てれなかったっす。見てられへんかった。はい。止めてくれよ、やりすぎちゃうか言うて。テーブルはどっちかってこっちやろ。そうですね、そうですね、そうやろ。はい、タイプ的に言うと。なんでそんなあいつの好きかってさ、あいつがかっこいいような写りをずっとさニコニコして笑ってんのよ。あの時もそうや、ブレイキングダウンのオーディションの時も俺があいつに喧嘩打ってバー来た時もニヤ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 してるそうやろ。いいキャラしますね。いいキャラしてますね。あれへんね、お前。何とかせなあかんだあれ。じゃあちょっと僕の代わりにジョリーよりもジョリーの方が悪いと思うんで。え、ジョリーの方が悪い。まあ、そうやな。あっちジョリーは向こうタイプなんで。そうやな。はい、チケジョリー。ちょっと、はい、テールはもう確かこっち側やな。そうですね。はい、じゃあジョリーちょっといい。ジョリー呼んできて。あ、すいません、失礼します。ジョリーちょっと、俺の師匠のこと反社なんて知りもしねえこと言わない方がいいぞ大園さん。悟るやん。お疲れ様でした。いやほんまやで。はい。どうなってんのあんな師匠。いや、あいつもな、あれ。いつもあんだんな。そうですね。悪い癖ですよね。いや、マスできないんですよ。お前が言うなよ。お前が言うな。うちのカメラマンボコボコにしてたやん。それもどうぞ見てください。ね。ね。すごいでしょ。いや。リーチさんは俺のこと殺す目してたから。いや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 、うちのチャンネルで今2人殺されてるから、ジョリーダイモンと。あ、そうかそうかそうか。そうですね、うちのリーチマイルドと。はい、ちっちゃいやつ男の勲章残して帰ったもんな。あとさ、俺お前に一つ言いたかったんだけどさ、はい、オーディションでさ俺さ言った時にさ、なんか加勢してきたよ、なんか、はい、やったらいいやんみたいな言ってきたよ。ノコさんやったらええやん。なんであんないよ。いやいや、あんなんも美味しすぎでしょ。おいしすぎ、全然美味しい。絶対やめてほしかったよ。もうあれしかもさ、もう一個言わせてくれよ。俺 TikTok ライブしてる時にさ入ってきてさ、コメントでさやったらええやんっていうのやめろよ。
完全裏話やん。TikTok ライブしれーっと入ってきてさ、やったらええやん、どこもさ、ジョニーって書いてる。言った、あそうですね。しかもなんか、ブワー逃げたノッコン、ブワーコメントあるところで、ジョニー来て。確かに、言いました。そういうとこやと思うで、確かに。ジョニー。申し訳なかったです。まあ、いや、まあでもいいけどさ。はい。うちのリーチマイルドどうやった、あの、対ケイノスケになった？いや、ならんかったっすね。そりゃそうやろ。俺はノッコンさんとやりたいですね。え？なんで？ノッコンさんとやりたかったっす。絶対嫌。一緒やろ、だってタイプ。マスできへんタイプなの。いやでも技術は俺全然劣ってるんで、うんうん、全然僕の技術のないマススパーできへんやつ一番立ち悪いわ。ガチガチ殴ってくれ。うまいやつやから言えねん、入ってもそんな食らわへんから、はい、そんな技術ないマススパーできへんやつあかんねん。あ、そうっすね。ほんまに。そうっすね。それはもうちょっと俺も鍛えなあかんすね。技術あってもこうなっとんねん。面白すぎでしょこの辺。仕上がってんな、ほんまに。マジ俺こんなボコボコにされるの思わんかったよ、東京来て。漫画やん。ほんまにここ腫れてるから。あ、そうなん。しかもこれ使えるか分からんけど、明日ボビー・オロゴンとコラボよりドタキャンされたからな。ここ全カットかもしれんぞ。あいつ今のコメント前日に。いや、使いましょう。使おうか。使いましょう。ボビー・オロゴンドタキャンすんなよお前。やめろ、こっち東京来とんねん。だいぶ年上やぞ。ジョリー的にはどうなん、その俺のこと応援してくれてる、やっぱり。いや、まあちょっと男下げたからもうちょっと。でも今回のルキアさんとのスパで男見たなって感じですね。ああ、はいはいはい、はい、俺誰やねんってね、上から。いやいや、でもその言葉はだいぶみんなのあれになると思う。はい、やっぱルキアとあそこら辺までスパできるやつおる、素人で。いや、言ったことないですね。言って、あのもちろんポルキア師匠とあそこまでやるなとノッコンさん以外いないんじゃないですか。いやでもアンポルキアも俺にあんだけやってくるっていうのはやっぱ認められてるってことやと思うから。絶対その通りですよ。そうやんな、はい、だからまあそこら辺はまああいつ許したろうかなと思うねんけど。ポルキアチャンネルの中で過去最高の素人って言われてたのがテル君やったんですよ。おーおー、はいはいはい、そうやんな。そういう意味では更新したかもしれないですね。じゃあそういうところもちょっと踏まえて聞いていきたいですね。でもテル君ブレイキングダウン最強って言ってたやんか。もしかしたら塗り替えるかもしれないです。まあ、じゃあちょっと師匠呼びますか。呼んでいい？ルキア君！ルキア君！吉本すげえか。ナイス。おもろか。アーサーです。自分で言うんや。ルー君さ、はい、ちょっとやりすぎたと思ってない？ちょっと。いやいや、やりすぎたと思ってないですね。やっぱりなんていうかな。ボコボコやで。いや、動画見てもらった視聴者さんは多分これ絶対見たかったと思うんですよ。オープンフィンガーグローブで、はい、しかも、はい、ボコボコやで。なんか変な汁出てくるしないっすね。ずっと汁出てくるんだよ、こっから。あ、それ、何ですか？いや、わからん、なんかずっと汁出てくる。あ、汗ですか？殴られすぎて、違うよ。汁って言うね。1分3本ですよ。ブレイキングダウン1分やから1分でいいやん。いや、3本何でか言いましょうか。俺が3本やるから知るか。そこで3本やるんですよ。知ってるわ。はい、やっぱり150キロの人と僕もやり合えるってなかなか経験できないんで、うん、確かにそうやんな。いや、とかやったことないです。ノッポンさんにでかいけど、うん、体重して戦ったことないんですよ。あ、そうなんや、はい、だからすごく、だからあんな膝とかローとかボディーブローとか、そうですね、顔面とつきましたけど、基本的に何しても絶対耐えれると思うんで、やっぱり。まあまあな、ボディは全然効かなかったわ。そうでしょ。あんだけ振りかぶって俺のボディは効くやろみたいな顔して殴っとったけど、あれは効かなかったわ。その後自分すかしてましたけど。ここなんかなんか取っていったと思う。せやな、ボディスーンいっとったな。あれ普通入んねんけど、全然入れへんかった。やるくん、はい、いやでもなんかありがとう。いやいや、もちろんそう。ほんまになんか、はい、また長くなる気しますね。そうやな、はい、ちょっとまあ普通にカメラなしで今度行こうよ。いや全然全然な。なんかほんまいっつもね言ってくるんですよ、最近誘ってくれへんなみたいな。なんかあれなんなんすか。いや、ほんまやな。ほんますか、うん、そんなん言うけど俺ね、なんか対戦相手決まったなと俺送ったの全然無視するやん。あ、昨日ね、うん、あ、昨日そういうとこやな、はい、昨日のメッセージを仕方としての理由があって、うんうんうん、今日はやっぱりどうしても僕は戦おうと思ったんですよ。あ、そうなんや、はい、だから別にそんな強引じゃなかったやん。そこまで強引じゃなかったやん。いや、まあね、なんていうかな、無理やりはしたくなくて、はいはいはい、ノッコンさんがやってくれる気持ちがあるならやりたいと思ってて、うん、でここで僕的にはまあ一応世間的にはやれやっていう声多かったじゃないですか。はい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 、だからこれをなんか軽く、うん、パチパチやっても面白くないなと思って、だからちょっと、怒りを込めて今日はちょっと言いました。いやいや、でもなんかやっぱあれぐらいの方がいいよ、男同士は。どっちやねん。
それ、ほんまにそれ。どっちやん。最初と言っても全然上手じゃない。何がやねん。喋っててそうだって言ったやん。いや、でもほんまもう、あの、正直な話。はい、まあ、俺は、なんていうの、本気とか、まあ、出されへん。まあ、出したけど、はい、その、バテた状態で出てるから。どういうことですか。いや、そんな体力ある状態でアフルでやってたら、はい、まあもうちょっといけてたんかなとは思うけど、まあでもいや、それはな、あの、まあそのお前も あのあれがあるんやろし、プライドもあるんやろしさ。いや、全然ないっすけどね、プライド。そこにならもう、いやいや、もう、もう一回やります。いや、もういい、もういい、それはもう、やめとこわ、それは。トレーダー的にどうすか、トレーダー的に。やった方がいいですか。いや、まあ、それはちょっと、まあ、もう一回やれやったら、全然、いや、僕は全然やれますから。ノッコさんやったらいい。やめろや。それ。もうええって。それ。またそれ言ったらまた来るや。セコイ。その顔セコイ。セコイって。怖かった。スパミング怖かった。ちょっと怖かったからさ。ちょっと頭臭いんで。ちょっと頭臭いやめてください。